結局ね、天橋立てでおりますね。まあまあいくつか理由はありますけど、単純に一般のね、列車になったんで、今車高速なんですけど、ずっと指で押さえながら撮ってたんですよね。まあまあきついぞというのとね、いろんなプラン考えたんですけどね、8通りぐらいね、一旦もうこのまま豊岡まで出ちゃってね、ターミナルして、そこから何かしらで、行くようなプランと、それかもう網野まで行ってね、網野で、なんだ、自分の車取ってね、で、宮津とか福山の方に出て、そこからもう一回回るっていうパターンとか、もしくは、もういっそのことを、さっきの乗り換えのやつで福知山に行っちゃって、福知山から特急とか駆使して、豊岡の方にね、ショートカットしてるとかっていうことだとか、あとはなんだ、何人探すか、宮津駅で降りて、宮津駅のね、売店で買い出しをしちゃうっていうパターンとかね、で、そこから、宮津からだったら3方向、結構電車の本数も多いんで、行こうかなとかって、いろいろ考えてはみたんですけど、そのどっちにしろね、一回ね、この天橋立だったか宮津に酔いたかったんですね。っていうのは、売店でね、その限定グッズが売ってるんですけど、その限定グッズ、売ってる場所が天橋立だったか宮津の2つしかないらしいんですよ。で、宮津の方のが行きやすい。で、なんなら、車でね、前につけてもいいんで、あれなんですよ。天橋立は車でつけるっていうのは難しいんで、どうしても、こっちはね、こっちで来た方のがいいと。なるとね、先にね、ここで一回降りてね、で、グッズ売店見て、もしかしたらもう売り切れの可能性もありますんで、ちょっと売り切れ情報とかも、の情報がちょっと追い切れてないんで、その可能性はあるんで、宮津駅になんか追加で入りましたよっていうのがちょっと前に出てたりしてたんでね、宮津の方の確実かなとも思ったんですけど、まあ、とりあえず天橋立て見てから、ね、決めてもいいですし、で、まあ、天橋立てに来たんだったら、名所案内ね、あるんですけどね、一応ね、名所案内見ときましょうか。まあ、今から名所案内完全制覇、ワンってできなくもねえな。0.3、0.2、0.5、京音寺、磯清水、アンビューランドとかいろいろあるんで、まあ、要は全部、あれですね。で、これ、私、加護神社って呼んでましたけど、あれなんですね、伊勢小野神社って呼ぶらしいですね。これは読め、で、しかも、要は、天の橋立てなんですよ。だって、天の橋立て駅なんですもん。観光名所なんですかって言われたら、それはね、天の橋立てなんですよ。それは日本三景の一つですからね。日本三大ばっかしやん。すごいね。ってことで、これを、とりあえず押さえといて補正しないで、写真でデータは押さえといたんで、いざとなったらこれを見て回るっていう手はあると。で、いくらでここから観光もできるわけですよ。でね、めちゃくちゃね、動画の本数的にはとんでもない回数になってると思いますけど、まだ、ね、朝の9時なんですよ。9時47分ね、全然今からここをね、天の橋立て見始めるのにもちょうどいいぐらいの時間なんですよね。ね、サイトシーイング、いいじゃん。いや、あんまりね、観光でうちのチャンネルはやらん方がいいのかなっていう気もしてるんですけどね。前回試しに清水で抱いたやつね、全然伸びてないもんね。清水で抱いたやつ、再生とかかね。そういうことがあったんで、もううちではそんなに観光名所をね、ベタベタの観光名所もあるのはやっぱうちのチャンネルっぽくねえだろって言ってたんですけど、まあもう天の橋立てまで来たんだよね。10年ぶりですしね、10年前なんて朝の4時だったから何も見れなかったんでね、この調整時間大事なんでね、まあちょっと後かなって聞きますけどね、いいじゃないですか、見てったらいいんですよ、そういう時は。大体天気の気象なので、
が、あれですね、後ろの日差しが強いんで。よいしょ。で、走り当てるのは9時54分だ。これだとね、すぐ、ほぼほぼすぐ折り返しで来るのはあるんですけど、まあ、これ乗ったらね、京都の方行きますけど、今回のその、一日乗車券、実は特急の指定席も乗れることはないんですけどね、めちゃくちゃ大盤振る舞いですよね。その代わり指定席のチケットを持っている人がいたら解かないといけないよっていうような、そんな感じらしいです。で、あ、すいません、いいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。涼しい。ああ、こんな感じなの。で、こっちの方が観光あるよね。そりゃそうだよな。そういうんだからね。あれ、やっぱすごいのある。あくときなの。逆に油断が置いてあるんですかな。どこに行ってた？またお手洗いも帰ってしまいたしね。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ多分フラグシップの駅ですもんね、ここが。もう京都丹後鉄道のもう一番看板になる駅なんで、やっぱめちゃくちゃ気合い入ってますよね。で、せっかくやからフラッと駅前天の橋立方面どう行ったらいいんやろうね。よく分かってないんやけど、まだね、この辺りも準備中ですもんね。ぐるぐっと回ってたらいいんじゃないかなと。よし。